後ろに日本丸が見えるかと思いますけれども、CP プラスが開催されているパシフィコ横浜の近くでですね、写真ファンなら見逃せないイベントが開催されているので早速見に行きたいと思います。CP プラスの会場を飛び出してですね、近くの、こちら後ろに今見えたのがランドマークタワーですねの近くにありますこちら部活動というエリアでオリエンタルホビーさんが出店をしているということなので早速行ってみたいと思います。ということでこちら、小倉さん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オリエンタルホビーの小倉さんです。あ、小倉です。よろしくお願いします。今回で2回目です、はい、去年に引き続きですかね。そうですね、2回目でですよね、はい。今回はもって言えばいいのかな、はい。製品がたくさん並んでるんですけども、はい、まあ、紹介いただけますか。あ、そうですね、今回お持ちしたのはイギリスのカメラバッグメーカーのビリンガム、はいはい。結構もう昔の歴史の長いカメラバッグのメーカーさんですよね。我々が結構、僕なんか若い頃は憧れのブランドで、ただね、結構ファンの方もたくさんいらっしゃいますもんね。そうなんです、そうなんです。今回来られる方も10年使ってるとか20年使ってるっていうようなお客さんも結構見えてます。で、今回のなんかご紹介できいただけるような製品になるとどれになりますか。そうですね、まずはまあ今回も本当ほぼ、はい、ビリンガムの全ラインナップ、はい、20モデルぐらいをお持ちしてますので、はいはい、まあ、ぜひこの機会触っていただきたいと思うんですが、はい、まあ、特に、まあ、定番のやっぱりハドレーシリーズですかね、はいはい、お願いします。はい、あれ、うちのカメラバッグの動画で藤井先生が、はい、お使いになってたバッグですかね。はい、そうですね、はい、あれは藤井先生のこのハドレーラージというタイプで、はい、一番大きいモデルになるんですか、これが。そうですね、最近新しいのが出てきて、ハドレー1っていうのは、はいはい、パソコンのケースが、ほほほほ、独立した感じで入るような、はいはい、もうちょっと厚みがあるタイプっていうんですかね。そうですね、はい、これが一番新しいモデルのハドレーになります、ね。はいはい、定番で人気モデルというとどのあたりになってくるんですか。一番定番サイズがやっぱりこのハドレープロ、もう一回りちっちゃいぐらいのやつですかね。そうですね、はいはい、これぐらいのサイズ感で私も愛用してるんですけど、カメラだけでなくて、まあ、旅の用品とか、はい、あと、まあ、13インチぐらいのラップトップも入りますし、はい、傘入れたり、はい、まあ、お水入れたりとか、はいはい、いろいろ使いやすいバッグになります。はいはい、あと、なおちゃん、それ20年使ったハドレー、20年使った、はい、味のあるのを、味のあるのを、はい、これですね、はい、だいぶ相当百戦錬磨を乗り越えてきた感じの、はい、感じで、これ旅行家の小原さんが、はい、世界中これを回って、はいはい、世界を旅してきたビリンガム、そうです、そうです、はいはいはい、なりますね。あ、これなんか生地とかの特徴とかあったりするんですか。そうですね、生地が2種類ありまして、こっちにサンプルが、はい、これはカラーバリエーションとかも含めてなんですかね、置いてらっしゃるのはね。もともと定番のものがこのキャンバス地のものと、はい、あと化学繊維のファイバーナイトというタイプとありまして、まあ、どちらも強いんですが、新しいこの化学繊維の方は色落ちがしづらい、長年使っても色落ちがしづらい、ただ触った感じの感触はちょっと触ってるとスベスベして、ああ、そうですね、ちょっと違いますね、はいはいはい、この昔のキャンバス地の方を好まれる方もいますし、はいはいはい、丈夫なファイバーナイトを使う方も、このバッグは今更なんですけど防水とかはどうなんですか。そこですカメラ大事なもの入れますから ね、 そうですね、はい、皆さんご愛用されてる方が皆さん言われるのも、はい、防水性が高いというところ、はいはい、っていうのはこの3枚のレイヤーになってまして、はい、表地と裏地の間にゴムの層があるんですね。だからかなり の、 雨でも大丈夫あれですね、はい、隙間から入ってよっぽどやっと隙間が張り込むんですけど、布が染みてくることはまずないですね。あ、そういうことですね。そうですよね、おっしゃる通りですね、はい、分かりました。あと何かめぼしいものってございますか。そうですね、はい、どうです。あ、今回オータンクラフトっていう、はいはいはい、台湾の新しいメーカーなんですけども、はい、こちらもまあ特別ゲスト出展という形で、はいはい、展示させていただいてます。なんかおしゃれなデザインとテクスチャーのバッグですね。まだね、十数年の若いブランドなんですけども、うんうん、
40代前後のやっぱり若いチームで作ってるバッグ、はい、でスイスアーミーとかの、はい、まあ、ヴィンテージバッグにインスパイアされて作ってるっていうこともあって、はい、まあ、かっこよくなくちゃ嫌だ。そうですよね、はい、大事ですもんね、はいはい、そういうのが、まあ、伝わるようなバッグかなと思います、ね、このストラップはどちらなんですか。これも実はそのオータンクラフト、なんかかっこいいですね、端っこのこの。そうなんですね、網目とかもね、はい、レザー特徴はレザーと、はい、あとパラコードの組み合わせなんですけども、はいはい、パラシュート用の紐ですね。そうです、はい、そうです。だから丈夫ですよね、はいはい、これがそうなんですけど、ま、この首周りは革で、うん、安定感があって、でこっちがパラコードなんで取り回しがすごくいいんですね使っていただくとそのもつれにくいとかそういうのも特徴ですけど、特徴的ですもんね。はい、そうですね。こちらも3月近日に発売される。発売開始。まだじゃあ発売されてなかったんですね。はい、はい、そうです。わかりました、ありがとうございま す, いで、ちなみに、いつまでこちらでは、こちら日曜日25日までご覧いただけると。夕方5時まで。わ、はい、かりました、はい、ぜひじゃあ気になる方は部活動っていうところの一角にある、オリエンタルホビーさんの、はい、ギリンガム店になります、はい、ですね、ぜひお越しください。今日は小倉さんありがとうございました、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。CP プラス会場の近くで開催されている PAF アウトレットの会場にやってきました。こちらにいらっしゃるのは代表の佐々木さんです。佐々木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの今会場、魅力的な写真用品がお手頃な価格で販売されているんですけども、このイベントはいつまで。今日までなんですね皆さんごめんなさい、なのでこれをご覧いただいてもね、この会場に来ていただいてももうお店はやってないんですけども、その代わりなんかまだこの先にも予定されてるんですよね。はい、ございます。7月5日6日、はい、金土になりますけれども、はい、浜松町駅そばの、浜松商館というところで、はい、アウトレットプラス展示のイベントを実施いたします。はいはい、ぜひそちらの方にお越しいただければというふうに思います。わ、はい、かりました。じゃあ詳しくはこうリンク下に入れておきますので、そちらでチェックをしてみてください。佐々木さん、ありがとうございます。じゃあ早速ちょっと会場をちょっと拝見します。はい、よろしくお願いします、はい、でこちらは西フィルターさんですね。まあ、フィルターのみならず、こちらが、まあ、人気のこれ角型のフィルターだとかですね、この辺は何だろう、あ、スマホを冷やすアクセサリーだとか、ね、フィルターサイズもいろいろ用意されていたり、これは何だろう、トイカメラ、何だろうこれは、キッズカメラ、子供さん用のねカメラみたいですね。可愛いですね、こういうのね、あるとね。はい、だとか、まあこれはレンズアダプターかなね、たものだとか、いろんな小物が結構お手頃価格で、あ、これ安いなはい、レンズを、ね、クリーニングするようなものだとかね、用意をされておりますね。はい、でここはブロワーですね。そうだそうだ、結構クリーニング用品こちらね、お取り扱いがあったかと思いますね。はい、ブロワー1000円ね。はい、でこちらストラップですね。結構細めのストラップが1000円で発売されていたり、この辺にたくさん並んでいるのは何だろう、これは、これレンズキャップ、レンズキャップ、リアキャップ、あ、リアキャップですか、リアキャップに焦点距離が書いてるんですね。焦点距離、自分で何を取り出すか、はいはいはい、分かるようにすぐ分かります、まあ、取りやすい、そうですね、そうですね、でこんなレンズこちら入って、はい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 、これは書いてある、そうですね、そうですね、こっちもですね、これも同じですね、こういうタイプで、はい、はいはい、結構ちょっと便利な機能のついているリアキャップとかですね。こっちもですね、後ろに同じリアキャップなんですけども、はい、後ろにマジックテープが入って、で貼り合わせて一本な形で、そうかさ、収まりよく、収まりよくで、はい、出すときですね、カチューってまあこれだけで出して、そのレンズキャップもなくさないように、はい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 、してますね、取りやすいし、わかりました。なんかいろいろそういうちょっと工夫されたグッズなんかが用意されています。ありがとうございます。はい。で、この辺はそうです、桜スリムのこれはなんか柄がいろいろ用意されています。こちらアウトレットで。そうですね。そうですね。おしゃれで、これまあなんか軽く、はい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 。そうですね。
はい、桜屋さんがですね、はい、発案して、はい、自分子供を育児するとき、はいはい、そういう形のスタッフだったりなっていうのを発案して、あの我々の動画を過去さかのぼっていただくと、この桜屋スイムの代表の方の、収録とかしたものあります。よかったらこうさかのぼってチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。はい、でこちらは、健康トキナーさんのコーナーですね。スリックの三脚だとか、これは何だ、東芝コンパクトポータブルスピーカーなので、ビヨン、はい、あれですね、持ち歩きできるタイプの、まあ、ちょっとアウトドアな感じで、ね、使いたい時のスピーカーだとかがお手頃な価格で売られていますね。でこの辺はトキナーレンズとかですかね。これ富士フィルム X 用が2万円とか結構お手頃で、ね、発売されていて、まあトゥイート、これツワイスですね。ツワイスがこの値段になってますから結構お得かもしれないですね。はい、あとはまあ健康ブランドの双眼鏡なんかも用意されていたり、ここの箱はなんだ、あ、フィルターですね。フィルターがたくさんサイズ別に用意をされています。この辺はなんか UV フィルターだとかですね、フォギーだとか、なんか結構これは何用かな、プロテクターワイド、枠が薄型の広角レンズ用のやつですかね、みたいな、たくさんありますね。なんかこれ1個ずつ見てるだけでもフィルターたくさん、種類も多い上にサイズもあるので、結構自分のねお持ちのレンズのサイズに合うのを探してみるのも楽しいかもしれませんね。はい、はい、こちらはシルイさんですね。シルイさんは、まあ、三脚だとか、これ F60 のカメラバッグとかですね、はい、が置かれていて、これがいくら6300円、まあ、F60 結構もともといいお値段するのでお手頃になっているかと思います。はい、この雲台とかですかね。はい、これはマクロスライダーかな、ね、はい、とかマウントアダプターだとかも結構豊富に置かれているようですね。はい、ありがとうございます。でお隣は H&Y さんですね。なので、まあ、フィルターが主な取り扱いだと思うんですけれども、フィルターもたくさんサイズや種類が置かれていますね。はい、人気の角型フィルターなんかもあって、定価26,980円が今2万円になったりとかね、お手頃になっていますね。こんにちは。こちらは何をする機械になりますか。左手デバイスといってショートカットキーを割り当ててお使いになっていただくデバイスです。わかりました。倒してメニューを選択して、はい、上のダイヤルで操作という風な形で。じゃああれですね、結構スピーディーに加工、画像加工とかできるタイプもですね、はい、これもお手頃価格になったわけですよね。はい、ありがとうございます。でこちらは商店工房さんの取り扱い、こちらもたくさんレンズが扱ってらっしゃる会社なので、もうね1個ずつ紹介できなくらいの、これは GX 用のレンズの、ですね、結構やっぱり口径も大きくて、これで何ミリだ、これで、85mm の F1.2 ですね。 GFX 用だから結構マウントも大きいですね。はい、でこれ七光晶の 7.5 ミリとかね、結構もう1万円台でちょっと相当お手頃に変えて、質感も結構高いので楽しめるんじゃないですかね。なんかこうリンゴを触ってるだけでも結構楽しめるんじゃないかなと思いますね。はい、ね、でこちらはマウントアダプターとかですかね。はい、こういった形で、これはニコンからソニー E マウントですね。ニコンの F からですかね。F マウントからよいしょ E マウントに変換するタイプのアダプターも、これはオートフォーカスで利用できるようになりました。新製品だそうです。はい、こういった形で、まあ、いろんな形のタイプのマウントが用意をされています。はい、ということで、まあ、残念ながら会期中にはもうね今日終わりということなので、お越しになることは難しいんですけれども、7月に浜松町で開催されるそうですので、気になる方はぜひ、サイトなどでチェックをして足を運んでみてください。ありがとうございました。またね。